これはなかなか抜くでしょ。はい。で、あ、待って。食べるかな、ちょっと。ですよね、まあ。世界を覆い尽くす。待って、どのぐらい残った？どのぐらいに残った？今回は、エデンで、まあ、やっていこうと思います。で、結構久々にエデンやるねということで、っていうのもなんでこのエデンやるのかっていうのも、まあ、結構まあ理由あって、エデン結構最近の、まあ、最近結構もう1ヶ月ぐらいだったか、まあアップデで水浴リセットされたじゃないですかと。はそれはちょっと待って、それはで水浴リセットされたから、ただ単に今オーブ欲しいだけっていう、でオーブ欲しいんだけど、ただ普通にやるのも面白いかないから、ワンパンしたろうと。で、ミカサ、おそらく多分2段階 SS じゃないと多分ワンパンできないということで、まあここでちょっと下って、セクション多分カップ入れるかもしれない。はい、とりあえずある程度 SS 貯めたわということで、ここであともできる。で、あとも適当にクーポンを当たったときはもう突破できると思うから。できなかったね、ちょっといけると思ったけどちょっといけなかったわ。そしたら、いや、そこに出る、そこに出る。あ、優秀、優秀すぎるそれは。で、ミカサじゃないですか、新伊達政宗もワンパンできる女の子なんで、まあ、やっぱエデンなんてちょちょいのちょいでしょ、やっぱ。で、そういえば YouTube の方にも検索欄で、エデンのミカサワンパンみたいな感じで検索してみたら、結構割と YouTube にアップしてる人いなかったんですよね。だから、まあ、ミカサエデンでワンパンできるんだよっていうのを多分知らない人もいるかもしれないから、出していこうと思って、はい、それで、とりあえずパッと抜けて、あともう開幕で SS でワンパンできるでしょ。はい、で、あまり変な動きすると変な方向に行っちゃうから、とりあえず、はい、これでしょ。ああ、お、まあいいや。で、こう行きます。あ、こんな感じ、こんな感じで、とあ、こんな感じで、まあやっぱワンパン二段階 SS ミカサはやっぱ女の子強いですよみたいな。はい、それでやっぱミカサやっぱ最強だね。それで、はい、行ってみよう。